kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht, für was ist uns umsteht. Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Tanks Blitz. И ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! どうもどうも、イッスイッス。ジャバン作ってて思ったんすけど、スパクルは2機に財布預けるってどういう状況なんですかね。なんだろう、自問自答するのやめてもらっていいすか。さて、今回持っていくのは、ソレンティア重巡戦車。通称イス4ですね。本性のオドン。まず、車体走行なんですけど、数値的には普通ですが、傾斜込みだと車体上部で320ミリ程度、車体下部は薄いですが、それでも200ミリ以上、面積も小さいので結構当てにくいです。側面も140ミリあり、豚飯昼飯を積極的にやっていきたいところさん。砲塔に関してもカチコチで、ハルダウンも積極的に行っていきたい。でもほっぺたに薄いところがあるから注意だぜ。キューポラもありますからね。四方は ST1 と同じ122ミリ砲を装備、貫通力に優れ、課金弾の貫通が340ミリあるのも嬉しいポイント。DPM は飯と装填棒込みで2637特通。しかし私は砲弾調整を採用。DPM は下がりますが貫通力がかなり上がるので、一発一発を大事にできるのが良き。機動力に関しては全身の ST1 から大幅に改善。旋回が足りないなーって思う時もあるけど、ほぼほぼストレスフリーです。さて、初動は安心と信頼の警告の丘上にて、あの S7 から狙っていこうと思いますよ。よく狙って狙って、いいんじゃねか。ちなみに ST1 より区画は減ってしまい6度になってしまいましたが、車高が低いので、まだなんとかなったりします。それでも鉱山とかだとちょっとしんどい時も、鉱山を消してくれてもいいんやで。変に改装した人分は消されんやろな。あ、ちなみに自慢兄貴して申し訳ないけど、セルブロさんのランキングにてアジア32位にランクイン。トップ100入りのヤプとしてこれからもよろしくお願いします。もはやその域だとヤプを貫く方がきつそうだな。ある程度のヤプを身につけることは素人にもできる。かなり勝率はあるようだが、その腕前でどこまでヤプを貫き通せるかな。視聴者の 0.3% くらいしかわからないネタやめろ。と、戦況をちょっと整理しますよ。マップを見る限り、中央にいた味方中戦車が撃破された様子。となると、これは包囲される未来が見えますね。なので、ここで二等星君は重戦車側を奪取したいと考えたわけですね。よって、あのS7を早急に潰しておきたい。貫通力があるので、余裕を持って撃てるのがいいところだと思います。奥に鬼畜がいないこともわかってるので、かなり強気に行きますよ。ただ、ここに来て DPM の効果が目立ちますね。なので2倍速でお送りします。味方が来ず、一人で対処しないといけない場合だと、どうか挑戦遅いなーって思ってしまう。でもそれをカバーできる装甲と、ヘルスの多さがあるので、焦らず一発一発確実に。ちなみに単発火力は420と、ちょっとだけ高いんですが、体感は400と変わらない気がします。本400と思って立ち回った方がいいですよ。味方も来てくれて、一気にラッシュモードですね。じゃあ、乗るしかねえな、このビッグウェーブに。ナイスゲッター。さ、ここで立ち止まってしまうのはナンセンス。機動力を活かし、一気に VK オナニー君の裏まで回ります。今回警告だと重戦車ルートで戦ってますが、機動力があるので、マップによっては重戦車と行動した方が強い場合もあった気がします。マウス君も一気に流れてくれたので、ここの処理は楽でした。ボーン、ボーン、ボーンをしている時が、一番精力感する。さ、あとは味方さん任せた精神でクラン版に流れるわし、個人的にイス4は、ヘルスと装甲があるので、一気に流れてヘイト界、味方に撃ってもらうような戦法が強い気がしました。もちろんリスクもあるので、ちゃんと時と場合を見てからですが、む、あれちょっと手こずってそうだな。じゃよく狙って狙って、ごめんよ、別にキルを奪ったわけじゃないんやで。そいやっと、この時の二等星君、キャッチャレ中というのもあり、味方をあまり信用しない立ち回りになってましたね。それに応えてくれるイス4は最高や。さ、ここは一気にバッペンを潰しに行きますよ。ヘルスもかなり残しているので強気に行きます。スポールライナーつけるんじゃねえぞ。榴弾装填、よく狙って狙って。スポールライナーなし、これは美味しい。グリレルートの戦車にスポールライナーつけれるようになってから、結構このルートさらに強くなりましたよね。大ダメージを回避できるのは大きいよね。はい、ここはガッコリと弾いていきますよ。ち、さすがに2発目は無理っすか。じゃあ開始ですわよ。精度に関しては、めちゃくそいいわけじゃないけど、それなりにはあると思います。体感上はまっすぐ飛んでくれるので、敵にも当てやすいです。ただ弾速がちょっと遅いので、偏差射撃は注意してよ。とまあのんきに解説してる場合でもなさそうです。
。混迷が解けて、わしとマウスだけに。ただし、マウスももう持たなさそうな気が。変に逃げられると厄介なので、ちょっと時間はかかるけど後ろから回っていきます。ボーン。押している時が、一番精を実感する。2回もボーンできたのは美味しい。が、マウス君は溶けちゃったか。敵は TVP とミサイル、両方機動力がある上に、TVP に関してはオートローダー。装填時間は機動力でカバーされるしちょっとまずい。それに2台とも通販圏内なんだよな。連携されるとかなりまずいですね、攻撃派。ここ、どうしようかなって迷ったんですけど、敵がワンチャン客で釣ってくる可能性、もしくは客で釣れるかもと思ったのでこっちに移動しました。さらに平地なので、変にハルダウンされて撃たれないようにもしました。正直ここの判断は難しいよね。ミサイルが出てくるかななんて思って待ってたけど出てこなかったので初投稿です。いやーこれはまずい。変に連携されたらマジでヤバい。とここで気象に投兵。こいつらの死骸を盾にできることに気がつく。後ろから TVP か。ミサイルが絶対来るので背は向けたくないけど対応せざるを得ないか。逆に一発撃てたらそれでいいや。狙ってー。あ、これ絶対ミサイル待ってますね。ヘイト勝ってる動きだわ。やっぱりな。そうそう、そっちからミサイル来ると思ったんだわ。旋回間に合え。うへぇ、これきつくない。まずい。TVP も撃ちに来る。あ、あいつらなんか幸せのキスしてる。これはラッキー。油断だと事故る気がしたので確実に AP 撃ちました。これでミサイルはワンパン圏内。TVP の弾がいくら耐えれるかによって勝敗は決まる。2発目。と、すかさず撃ちますよっと。3発目。あかん、これミサイルも撃ちに来る。どっちでもいいから弾いて。あ、熱い。普通にここで死ぬところだったわ。と、旋回間に合え。大丈夫。こいつなら絶対間に合う。いや、よく当てれたな。正直自分でも外したと思いました。あ、装填間に合うかなこれ。ここ確かマウス連打してた記憶がありますよ。うおー。間に合った。そやっと。敵車両撃破。これにて戦闘終了です。負けたと思いましたよマジで。結果は、5541ダメージ4両撃破で M バッチ。久々に自分のプレイでしたけど、どうでしたかね？下手。さあ戦、総量は、長所は重戦車として高いレベルであり、四方の貫通もあって立ち回りやすい。短所は DPM が控えめで、明確な弱点があるので注意。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。